自業自得なのに八つ当たりしてくるやつの神経がわからん。先日、同僚と昼食にラーメンを食べに行った。そのお店は紙エプロンが用意されていたので、ありがたく使ったのだけど、同僚は紙エプロンとかダッサとか言って使わなかった。俺は紙エプロンやりたす注意しながら食べたので、シャツへのスープ付着はなかったのだけど、同僚は紙エプロンなしたす気持ちの良いスリっぷりで、見事にシャツへスープ付着。食べた後に、同僚シャツの汚れに気づき教えると、うわ、最悪、今日合コンやとに、と怒り心頭のご様子。あはは、そりゃ大変だねと返し、ここまでなら、和やかなやりとりなんだろうけど、それからがひどかった。同僚、紙エプロンしとけば汚れんかったとに、なんで教えてくれんかったと。俺、いやいや、教えるも、何も紙エプロンダッサとか言ってたし。同僚、ダサくてもシャツ汚さんためならするし。俺、知らんし、てか、何のための紙エプロンか見たらわかるやろ。同僚は、それこそ知らんし、どこにも説明書いとらんやった。俺、書いてなくても自分で判断でくるやろ。同僚、ああもう、マジムカつく。今日の合コンで、シャツのことで笑われたら、お前、俺のせいやけんな。俺、とも、ら、ん、し。面白いな同僚。その後もブツブツと不機嫌そうにしてた。汚れって言っても、明るいところで気にしてみない限りわからんと思う。合コンだって間接照明でおシャンティなところで飲むんだろうし偏見。しかし、そんな小さなことで腹を立てる同僚は合コン楽しめたんだろうか。